DW レスの鈴木です。今回はダウニュースということで、最近発売された製品8つほどご紹介してみたいと思います。今回もハードからソフトまでどれもかなり魅力的な製品ではあるんですが、まずは DW の関連製品から見ていきたいと思います。まず1製品目、オーディオインターフェースです。モツの828、かなり伝統のあるオーディオインターフェースで、私自身も最初に買った外部接続のオーディオインターフェースが828初代だったんですけれども、ファイアーワイヤーでつなぐやつですね。そこからどんどん進化していって、 Mark II、Mark III、 一番新しい形になった時に828という初代の名前に戻ってきたと、なんか少し感慨深いモデルだったりするわけなんですけれども、パッと見のデザインは今人気の M シリーズにも通ずるところがあるなと思いますが、ちょっと概要軽く見ていきたいと思います。 DA の部分は ESS なんで M シリーズなんかと一緒ですね。コンピューターとの接続は USB-C 端子ですね。対応は Mac、Windows、そして iOS デバイスにも使用することができるよと。この絵はなかなか壮観ですね。全部ケーブルを接続したところっていうところだと思うんですけれども、デジタルも合わせて合計で28入力、32出力が可能になっているよと。で、高性能ドライバーということです。96セッション、32サンプルで、ラウンドトリップ2ミリ、まあ、これは早いですね、はい。で、入力のところに戻りますと、フロント面に2系統のマイクプリアンプ搭載、プラスインストゥルメント端子も兼ねてますかね、こちらは。あとフロント面にはヘッドフォンが2系統ついてる感じですかね。あと珍しいところでいきますと、チャンネル1、2に関しては鮮度リターン、インサートができると、アウトボードのインサートができるようになっているっていうのも、オーディオインターフェースではちょっと珍しいかつ便利な仕様なのかなといった感じですね。で、まあ、これも今風ですね。最大 7.1 チャンネルサラウンドに対応したモニターグループが組めるようになっていて、アナログ出力としては10系統を持っているよと。まあ、この辺のこのスピーカーの切り替えとかトークバック回路、そしてマルチチャンネルっていうのは、もう今のインターフェースではもう必須なものになっているのかなと思いますね。本体のコントロール、まあ、ミキサーのコントロールですね。こちらは QMIX 5を搭載しており、で、こう見てってですね、ちょっと個人的に気になったのが、あ、AVB ないんだ、みたいなところですかね。まあ、ちょっとこれは、一部の用途でというか、1個前の 828ES までは AVB 接続も、イーサネットケーブルを使った接続も可能だったんですけれども、今回がそれがなくなってるっていうのがですね、まあ、ちょっと気になる、まあ、気になるっていうのがですね、ダメな意味でということではなくて、あ、モツは AVB やめるのかなっていう、ちょっとそわそわ感みたいな、そんな形の印象を持ちましたね。で、お値段が169,400円とですね、 828ES よりも少しお求めやすくなっているのではないかなと。最近こう多入出力で20万円切るインターフェースというのはレアになってきているかと思いますので、多チャンネルが欲しいけどそこまで予算割けないよっていう方にはかなりいいチョイスになってくれるのではないかなというふうに思っております。はい、そして2つ目がですね、ソフトウェア音源です。アートリアの V コレクション10、こちらがリリースされました。ここに関しては明確な新製品があるよっていうわけではなくて、新たにインストゥルメントが追加されたというところですね。今回のバージョン10で追加されたインストゥルメントというのが、アトリアがハードウェアとしても販売しているハイブリッドシンセのミニフリーク V のソフトウェア版ですね。そして TB303 をエミュレートするアシッド V、CP70V、あとオーギュメンテッドシリーズの方からグランドピアノプラスウッドウィンズ、これが追加になっているよという感じでございます。で、お値段が$599、定価ですね。新規で買う場合はこの値段なんですけれども、以前のバージョンをお持ちの方向けのアップグレードというものも当然用意されておりますので、こちらぜひログインしてチェックしてみてください。はい、そして3つ目、こちらもソフトウェアインストゥルメンツなんですが、プレミアサウンドファクトリーさんのピアノプレミア可愛いレジェンド、数少ない日本のソフトウェアベンダーですけれども、かなり久々の新タイトルという感じになろうかなと思います。河合のグランドピアノを再現したという、まあ、非常に日本メーカーらしい切り口のピアノ音源になっております。サンプリングされているのはコンクールグランドフルコンサートピアノの最上位モデルであるシゲル河合 EX というモデルのようですね。これを河合の全面協力の下で10日間かけて録音されたということでですね、ベースになる個体を選び抜いて一件一件かなり時間をかけて収録されているようです。で、このですね、サンプリング自体にもダケン君プレミア2、ちょっと詳細はこれだけでは分かりにくい部分があるんですけれども、動作音なく正確なベロシティでダケンできる独自開発のサンプリングマシンということでですね、くしくも IK マルチメディアさんが最近やられているピアノバースにも通ずるような、そんな収録がされているということですね。で、一切モデリングを使わずにオールサンプル仕様になっていて、記録サンプリング
実際弾いてみないと分かりにくい部分は多分あると思うんですけれども、アフタータッチ機能を使うことによって128以降の仮想ベロシティを表現することができると、新しい技術も追加されているみたいですね。でライブラリとしては N ケースにフル対応しておりますので、無料版のコンタクトプレイヤーでも使用することができるというものになっていまして、お値段は 29,800円、税抜きですね。税込みですと 32,780円で販売されております。カワイのピアノってやっぱりよくあるスタインウェイであったりヤマハとかベーゼンとか、またちょっと違ったちょっと特徴的な音色かなと思いますので、替えの効かないタイトルになってくれるのではないかなという感じでございます。はい、続きましてネイティブインストゥルメンツのスポットライトコレクションの新タイトルアイルランドがリリースされております。このスポットライトコレクションシリーズ、私も非常に好きでですね、これまでもいろんな地域のアフリカだったりキューバだったりイーストエイジアなんかので和楽器なんかも入ったりしますけれども、非常にお手軽にそれらしい雰囲気を出せるという意味でかなり魅力的なシリーズだと思っているんですけれども、その中にちょっとこれ心くすぐりますよね、本格的なアイルランド楽器ということで、ティン・ホイッスル、フィドル、バウロン、アイリッシュハープなど11種類の伝統的なアイルランドの楽器を収録しているよと。この辺って全くないわけではないんですけれども、やっぱ専門性が高い音源ってどうしてもこう値段が高くなってしまったりするものが多いと思うんですよね。かつ音色が手に入ってもそれをどうやってフレーズにしていったらいいんだろうみたいなところで、エスニック系ってハードルが高い部分もあると思うんですが、それをクリアするために今回もフレーズがたくさん収録されているよと。これらを組み合わせるだけで簡単に楽器を鳴らすことができるというですね、そういう製品になっております。でスポットライトコレクションの魅力って先ほどもご紹介した通り本当に程よい感じだと思うんですね。なのでそれぞれの専用のインストゥルメント少し差を感じるところはあるんですが、とはいっても使用感的にもお値段的にもお手軽だったりするので、これで十分じゃんってなってしまうことも多いと思うので、こういう楽器探してる方はぜひぜひ一度チェックしてみてください。はい、で続きまして今度エフェクトのセクションに行ってみたいと思います。まず一つ目がですね、シンクロアーツのリボイスプロ5です。ボーカルエディットの総合ツールですね。できることとしてはアライメント、ボーカルアライメントとピッチ補正、そしてダブリングと、これが主な機能になっております。これが気になりますね。スマートピッチ、ボーカルデータのピッチを合わせるタイミングと合わせないタイミングをインテリジェントに理解します。これやっぱり一番時間がかかるところなんですよね、手動でやっていくと。でこの辺を時短してくれるのであればすごい魅力的なツールですし、特に多チャンネルのボーカルを扱われる方にとって必須な部分もあったりするのかなという感じですね。 82,720円程度とちょっとお値段がする製品ではあるんですけれども、まあ、よく考えてみたらメロダインスタジオってもっと高いよねとか今話しながらもちょっと思ってたりしますね。気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、続きましてウェブアーツのファイナルプラグ7、ピークリミッター兼ラウドネスコントロールに使えるプラグインという感じかなと思うんですけれども、ラウドネスマキシマイザーとして使用する場合希望の出力上限レベルを選択し、あとはスレッショルドレベルを下げていくと音量はどんどん上がっていくよと。ラウドネスとトゥルーピンクに関しても目標レベルを設定しておいて、あとはプロジェクトを再生して終了したらマッチボタン、これをクリックするだけで目的のターゲットラウドネスに合わせてくれるとという製品になっております。バージョン7ってなってる通り結構歴史の長いプラグインで、私も一時期ウェーブアーツの製品って結構好きでよく使っていて、ファイナルプラグも一時期マスターの最終段のリミッターとして結構使わせていただいたりしたんですけれども、どれも非常にシンプルに作られていて、かつ仕上がりも特に癖がなく扱いやすい印象があるメーカーなので、で定価が 16,200円のところ、今これイントロプライスですかね、で8100円で購入することができるようになっております。はい、ここからはハードウェアなんですけれども、ユニバーサルオーディオの SC1 というマイクロフォン、これモデリングマイクですかね、がリリースされております。 SC1 とヘミスフィアマイクモデリングプラグインを使用すれば、最も人気の高いスタジオマイクの本格的なサウンドとキャラクターでアルバムの即戦力となるボーカルや楽器の収録が実現しますと。以前からも UAD システムで使えるマイクモデリングのスフィアってありましたけれども、それの延長線にある製品ですかね。プラグインと組み合わせて使うことによってノイマン、ソニー、アーカゲーなど象徴的なコンデンサーマイクの本物のサウンドを再現することができますよと。でこのプラグイン自体はアポロと一緒に使用するとリアルタイムプロセッシングもできると。パラメーター的にも非常にシンプルですよね。どのモデルのサウンドにしたいのかっていうのを選んで、フィルターとプロキシミティとアクシスのコントロールでサウンドを追い込んでいくことができると。でスフィアはですね、出た時にちょっと試したことがあったんですけれども、
まあ、その後こう何年か経っているので、最新のこのモデリングマイクってどんな感じになってるんだろうっていうのはちょっと興味がありますね。スフィアも本物と並べて聞き比べないと分かんないみたいな感じだった印象だったりするので、その精度がもっと上がっていたら本当ワンチャンありですよねというところで、お値段的にもモデリングマイクっていうことを考えるとお手軽かなと、 79,200円で購入することができるようになっております。はい、そして今回のラストなんですけれども、ルパートニーブデザイン、ちょっと高い枠ですね、5025デュアルシェルフォードマイクプリが出ますと。まあ、これを見ておーってなる方はですね、まあ、説明するまでもなくっていう感じだと思うんですけれども、シェルフォードチャンネルっていうチャンネルストリップありましたけれども、このマイクプリアンプを2台、要は2チャンネル分を1ユーラックにまとめたデュアルマイクプリになっているよと。このシェルフォードって本当みんな大好きな音がするんですよね。はい、なんかすごい雑な感じになっちゃってますけれども、私の知る限りこれいまいち好きじゃないですねっていう方に出会ったことがない、そんな製品だったりするんですけれども、そしておなじみのシルク、バイオコントロールしてくれるパラメータなんですけれども、こちらもレッドとブルー2つのタイプと、あとテクスチャーの量でサウンドをコントロールしていくことができると、まあ、そういう製品になっております。ただちょっとお値段は高めで58万3000円と、おいそれと買える金額ではないんですけれども、残念ながら、といってもシェルフォードチャンネルも同じぐらいの値段だと思うので、純粋に HA だけあればいいよっていう方はですね、1チャンネル分の値段で2チャンネル手に入ると。そう考えるとちょっとお得感が出るのかなっていう気もしないでもないですけれども、まあ、高いは高いですけどね。はいはい、なんて形でですね、今回も8製品、新しい製品ご紹介してきましたけれども、各製品の詳細についてはこの動画の概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。今後もこういった DAW やレコーディング関連機器の新製品、また音楽制作に関する様々なテーマの動画、定期的に更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価もお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。